2013年9月28日、横尾忠則現代美術館で横尾忠則肖像図鑑ヒューマンアイコンズの開会式が行われました。今日の展覧会はいろいろな方々、芸術家もいれば、女優俳優さんもいれば、歌手もいれば、横尾さんの家族も出てきますし、作家さんも出てますので、特に5部に分けて、並べてますので、皆さん本当にエンジョイすると思います。横尾忠則と呼び込んでおります。ヨーヨーと心を込めて男気をたくまず出して乗りに乗りたり、ヨーヨーと心を込めて男気をたくまず出して乗りに乗りたい、きっと乗りに乗った展覧会だと思いますので、どうぞお楽しみください。テーマが持っている本質を表したい、内容に意味がなければ美しくなく、僕は意味のないものは作らない、こういうことをまあ書いてるわけですね。だから、まあ横尾さんのですね、作品にはそういうところがですね、やっぱりあるんじゃないかと。そして絵は芸術、デザインは職人仕事、徹することが大切、僕はデザイナーを芸術家と思ったことがない、ずっと職人だったと、こういうふうにも言ってるんですね。だから、まあ横尾さんのですね、その作品の中にもですね、そういったようなことがですね、非常に込められているということを私はつくづく感じるわけであります。中でも瀬戸内寂聴さんの日本経済新聞に連載されました紀円曼荼羅と、近著の同じく日本経済新聞出版社から刊行されました日本の作家222は一番新しいところです。伊藤恵子、会場は期待感に包まれ、いよいよ開会です。それでは合図とともにハサミをお入れください。どうぞ。俳優、作家、ミュージシャンなど時代を彩る様々なスターたちを描いてきた横尾忠則。本展では1960年代から今日に至るまでのポートレート作品に焦点を当て、絵画を中心にイラストレーション、デザイン原画、ポスター、版画などを展示します。横尾忠則のイマジネーションの世界にあなたも触れてみてください。